日本とウクライナの関係もしくは比喩関係は18世紀におけるコジルイ類園のロシア城内でウクライナ人がロシア帝国によって領土が奪われたコサックとして記述されているのをもって短所とする。ウクライナは長い間ロシアの支配下にあったため民間の交流は日露の国際関係の影響を受けていた。20世紀においてウクライナ人は 日露戦争と日ソ戦争に参加し、ロシアの極東の植民地化に加担する一方で、日本と秘密裏の交渉を行い、日本の支援の下で、宴会州における、ウクライナ人の居住地区をロシアから独立させようと計画していた。1991年に、ウクライナがソ連から独立を果たすと、1991年12月28日に、 日本国政府はウクライナを国家として承認し、1992年1月26日には、両国間の外交関係が設立された。1904年から1905年にかけて、多くのウクライナ人は、日露戦争に、ロシア側に参加させられた。ウクライナ出身者が、最も多かったのはロシア帝国軍第10、軍団であった。その軍団は、第9ポルターバ不評師団と、 第31ハルキ不評師団から編成され、1904年の春に、キエフ軍管区から満州へ送られた。しかし、戦闘中に、軍団は多くの死傷者を出して、軍管区へ帰還された。1905年の春に、オデッサ軍管区から第15不評師団と第4、狙撃兵旅団が戦地へ送られたが、その時戦争は、すでに終わっていた。 日露戦争に参加したロシア帝国軍の兵卒の中ではウクライナ出身者よりロシア極東に居住していたウクライナ系移民の方が多かった。彼らはアムールコサック、シベリアコサック、ザバイカルコサックの諸軍に編成され日本陸軍と交戦した。またロシア帝国軍の将校には旧ザポーロジャコサック出身者がたくさんいた。 例えば、ロシア満州軍総司令官を務めた、チェルニーヒウ県の貴族ミコーラ・リネービチ大将、クバーニコサックとドンコサックから編成された、混成コサック師団の司令官を務めたパウロ、ミイシチェンコ大将、第2シベリア軍団の司令官、ムイハイロ・ザスーリチ中将、第10陸軍軍団の司令官、カピトン・スルチェウシキ中将、ザバイカルコサックの隊長で、 あとに1918年に独立した、ウクライナ国の首脳となるパウロ・スコロパード式、少佐などであった。さらに、日露戦争において、ロシア側の最大の英雄と称されたローマーン、コンドラテンコ中将もウクライナ系の人物であった。2008年に入ってからは、インベストウクライナ、ウクライナ日本センター、日本貿易振興機構などの団体が主催する。 定期的な交流が行われるなど、ウクライナと日本の関係は大きく改善してきている。2009年3月25日には、ウクライナのユリア・ティモシェンコ首相が来日し、麻生太郎首相と会談した。共同声明では、貿易、投資、省エネなどの分野での協力を歓迎するとともに、最近の経済危機の影響などについて話し合った。日本とウクライナの貿易収支は、日本が、 交換や自動車を輸出し、アルミや食料品を輸入するなど、ウクライナに大きな偏りがある。また、別の貿易形態として、京都議定書に署名している日本は、2008年7月15日に、国連の気候変動条約で定められた目標を、達成するために、ウクライナから温室効果ガスの排出枠を買い取ることで合意した2009年3月26日、この合意は確定した。 また、日本は1998年から2009年までの間に430万ドル以上の資金援助を行っている。さらに、日本は1億5180万ドル以上の助成金を提供している。日本は2014年のクリミア危機の中で、ウクライナに対して断固たる同盟国であることを反映している。日本政府はロシアに制裁を加えたが、その内容は、 実質的な効果がないように計算されたものであり、日本政府は日露関係を危機にさらしたくなかったと指摘されている。日本政府はロシアはウクライナの領土的完全性と主権を侵害しているとロシアを批判した。また、日本政府はキエフが IMF の様々な改革を受け入れて実施することに同意した場合にはウクライナに15億ドルの金融支援を提供する。 ことを表明している。2005年7月には、ビクトル・ユシチェンコ大統領が訪問し、チェルノブイリの除染プログラムなどについて話し合った。2011年10月30日、日本政府は、福島第一原子力発電所事故を受けて、ウクライナがどのように、 チェルノベイリ原子力発電所事故に対処しているのかを調査するため、在キエフ日本大使館の職員数を30人から36人に引き上げた。ミハイロ・ダシケビチ・ユリー・コステンコ・ボロディ・ミル・マク・ハミコラ、クリニチ・イーホル・ハルチェンコ、ユーリー・ルトビノフ・セルギー、コルスンスキー会長。ありがとうございます。